皆さんこんにちは、加藤です。今回は寿司ラーメンリクの視聴者400万人のバカはですね、ヒカキンの動画を見たのかというお話をしたいなと思います。そのヒカキンの動画っていうのはですね、今日、日本時間で今日ですねアップされたものなんですけど、若い人たちに向けてですね、コロナウイルス対策っていうんですかね、外に出ないで家にいてくださいと、今日本がどれだけちょっとやばい状況かってことをね説明してくれてるわけですね。で、動画の内容としてはですね、かなり良かったと思います。ね、ヒカキンナイスっていう感じですね。さすが俺たちのヒカキンっていう感じですよ。で、いい動画だったわけなんだけど、お前ら見たのかと。寿司ラーメンリクの視聴者400万人のとんでもないバカな集まりは、お前ら見たのかと。おい、見たかお前ら。ね、っていう話なんですね。で、おそらく寿司ラーメンリクの視聴者とヒカキンの視聴者って被ってると思うんだけど、実はね、僕は寿司ラーメンリクの視聴者に向けてですね、ヒカキンが出した、今日出した内容とですねほぼ同じものをですね5日前に出してるんですよ。5日前ですよ。で、どんなコメントが来たか、どんな反応が来たかといったらですね、やっぱり日本語がわからないんで内容を全く理解してないんですよ。本当にとんでもないバカな集まりなんですね。もうろくでもないバカな集まりなんです。で、僕はプロの政治活動家、ね、政治活動、現代アートで、ね、アクティビストとして政権を立ってるから、コロナウイルス関連のですね、情報はちゃんとチェックしてるわけですよ。で、なんて言ったらいいのかな、ヒカキンは政治活動家じゃないし、もともと政治をね、テーマでやってる人じゃないから、今、この5、僕が情報を出してから、ね、5日後に、遅れてね、はっきりかなり遅いですよ、この5日後っていうのは、ウイルス対策としては。遅いんだけど、プロでも何でもないんだから仕方ないというか、それでもいいビデオだし、いいタイミングで出たと評価されるべきだと思うんですよ。だけど、寿司ラーメンリクの視聴者400万人のバカは、5日前に、ヒカキンが言ってることとほぼ同じことをですね、聞いてるわけですよ。動画を見てるんだったらね。ただ、その動画をクリックしても内容を見ずにですね、バカだから。お前本当にバカだから、日本語も理解できないから、人の話をちゃんと聞かずに、勝手に勘違いして、わけわかんないことばっか毎日やってんだろ、クソバカども。な？ちゃんと人の話聞けよ、お前らバカなんだから。ね？ちゃんと5日前に、ちゃんとした情報、ね？今外出たらやばいぞと、花見も行くなよとか、ですね、ちゃんとした情報、コロナがやばいぞって話をしてるのに、聞かずに、ね？多分渋谷とか新宿行ってたんだろ、お前らバカだから。な？トイレットペーパーの買い占めもやってんだろ、お前らバカだから。みたいな状況なわけですよ。ね？本当にバカはダメですよ。で、ヒカキンが僕が情報を出した後に、5日後に、何かっていうか同じことを言ったらですね、あ、ヒカキンが言ってるってことで、お前らはバカだから、知名度とか、ね、有名か有名じゃないかとかでしか物事を判断できない、とんでもないバカの集まりなんだよ。自覚しろよ、お前ら。いいか、ヒカキンが言ってること、僕が言ってること、ほぼ一緒です。だけど、僕は5日前に言ってる。ね。はっきり言って、世界の政治とか経済をチェックしてたら、5日前の時点で僕が言ってることっていうのは常識なわけですよ。はっきり言って。だけど、ヒカキンは素人で、ちゃんとチェックしてないから遅れてしまうわけ。だから、で、寿司ラーメンリクの視聴者400万人のバカ、お前らみたいな奴らは、ヒカキンの動画を今見て、ああ、ヒカキンが言ってるんだから信じようみたいな感じのバカなんだよ。ね？だから、問題、コロナウイルスの問題がどんどん大きくなっていくわけ。だからお前らは一旦自分たちの頭の悪さを自覚しろな。日本語がお前らちゃんと理解できないわけ。人の話をちゃんと冷静に聞けないわけよ、バカだから、ね、でバカにバカって言っても仕方ないから、お前らは俺がやる日本語教室ちゃんと見に来いな。しっかり勉強しろ日本語。お前らは言語能力低すぎるんだよな。分かったか。ちゃんと授業を受けて俺が言ってることを正しく理解しろな。そうすればお前らにとっていいからな。バカが増えすぎると国持たないからな。これお前らのために言ってんだぞ。わかる？今ね、なんか自民党が和牛券とか、なんかお魚券とか、なんかわけわかんないことやってるじゃないですか。でね、あれは実際にやらないと思うけど、わけわかんない案が出たり、利権にね対してお金を配ること、税金を配ることしか考えてないみたいな、そんな政治になってるわけじゃないですか。で、そういうのを僕らは変えていけるわけですよ。ね、寿司ラーメンリクの視聴者みたいに若い人たちは、多分若い人が多いと思うんだけど、世の中変えていけるわけ。そのためにはやっぱり他人の意見を正しく理解する。これ重要だから。バカは理解できないの。ね、他人の意見に対して賛成反対の以前の問題なんだよ。わかる？他人が何か言ってると。
で、それを間違って理解してしまうと議論もクソもないわけよ。ね、相手の意見が正しいか正しくないか以前に相手が何を言ってるか正しく理解しないといけない。で、分からないことは聞き返さないといけない。そういう当たり前のことをですね、まあ、できるようになってほしいんで、そうすれば日本はもっといい国になると思うんで、まあ、寿司ラーメンリクの視聴者400万人のバカにですね、のためにもね、日本語教室やるんで、お前ら絶対見に来いよというお話でした。はい、今回は以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。